皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴーイーブイやっていきましょう。今日はここの近くの草むらでケーシーの連鎖をしようと思います。ということで6番道路なんですが、あれ、モンスターボールの数が少ないのに気づきます。1個しかない、買いに行かなきゃ。多分なんですけど、レベル帯的にモンスターボールとスーパーボールでいけると思うんですよね。なので今回はモンスターボールを100と、どうしよう、スーパーボールを50個ぐらい用意して行ったら連鎖かかるし、多分100匹入るんじゃないかなと思うので、とりあえずモンスターボールを100個と、あとはスーパーボールを50個ぐらい買おうと思います。4個しかないんですね、今私。数少ないな。はい、でコロンはあるのでこれで大丈夫だと思います。じゃあ行ってみよう。100匹ぐらい連鎖すれば、いつもあの 5V の子が出てきてくれてるので、そのあたりで狙っていこうかなと思います。じゃあ早速行ってみます。出ない待って、ケーシーが出ない。のケーシーって見えてる方っていうんですか、正面から行くと逃げちゃうんで、後ろから回り込まないといけないんですけど、そんなん言っても1匹も出てくれないんですが。え、どこ？今コロンつけてるんで、いろいろポケモンの数は多く出てきてるんですけど、いないね。どうしよう、こんなに出ない？ケーシー、プリンが多い。あ、出た出た。多分確か横からはいけた気がする。とりあえず1匹目見つけました。いや、これケーシーがいっぱい出てきてくれるまで、多分10連鎖ぐらいまでは頑張って待ってないといけない気がします。頑張ろう。徐々にあれですもんね、出てくる数も多くなりますもんね、いつも。ということで1匹目、そんなにね捕まえてなかったんで、野生のケーシー今まで捕まえた数が少ないはずなんですが、何匹だったんだろう。多分相当少ない気がする。2匹目捕まえた時に多分画面に出てきてくれるんで確認しようと思います。10匹いってなかった記憶があるんですよね。あ、出た。そっか、その位置にも出るんだ。この辺りで待ってたらいいかもしれないな。あとは逃げられないように、なんかアクションあったら先に逃げるを選択するのを頑張ります。ずっと動いてるの、どうしよう。あ、でもな、木の実とか使って全部多分捕まえられないんですよね、数が少なくて。木の実ももうちょっと集めようかな。これで2匹目。今何匹なんだろう。あ、まだ5匹だ。全然3匹しか捕まえてなかったんですね。なんかいろんなところで見てた気がしてたんだけど全然でしたね。じゃあとりあえず連鎖、10匹ぐらいまではこんな感じで進めようかなと思います。頑張ろう。な、逃がした。キューっていなくなるもん。これで22匹目。まだ22か、長いな。そういえばなんですけど、ポケモンクエスト遊んでる時に色違いのケーシーがね、確か3匹ぐらい出てきてくれたんですけど、最初の2匹をミュウツーの、ちょっとこれ逃げた方がいい気がする。今のじゃない、わかんないけど、まあいっか。ミュウツーのね、強化に使ったんですよ、色違いなのに。あの黄色みが若干違うですよね、確か。気づかなかったんですよ。でただ今作だとあのマーキングもつけられるので、その心配はかなり少なくなるんじゃないかなと思うので、できればね色違いの子出てきてほしいなっていうのが本音なんですが、まあわかんないですからね、今まで出てきてくれてない方が多いので連鎖かけて100匹いっても出ないときは出ないし、出るときは出るんで、ちょっと
淡い期待をしながら捕まえていこうと思ってやってるとこなんですけど、やっとこれで22か、あと80匹ぐらい。先が長いね。後ろからいかんと。よし、はい。なんか横に逃げてるからかな、グレートとかナイスとかエクセレントとか全然出ない。全然出ないな。ナイスはねちょっと出るようになったんですよ。あ、これ多分逃げるべき、多分い、まだね逃がしたことないからわかんないんですけど、多分今のやつだと思うんだけどな。もったいないことしてるのかな。あ、いた、いてくれてるな。お、やっぱり直進してしまった。ダメだね、目標の軽視を見ながら周りのポケモンに当たっていくスタイルになってる。多分こっち側で、いけた、いけた。まっすぐ行っちゃうと逃げちゃうから回るんですけど。おお、エクセレントだ。結構逃がしてんですよね今。まだだよ、まだ30いってないですよ。あー、多分ちょっと待って、投げちゃった、やばい。これだと思う、今のやつだと思ってる私は。違うのかな。逃げるしたい、逃げるしたい、逃げるしたい。おお、やっぱりこれだ。さっき逃げてて正解だったのに、やっちゃったもん。1から、1からは辛いけど、1から頑張るか。はあ、やらかしましたね。やらかしてる。しかも出ないし。せっかく20何匹いったのにな。でもまだいいよね、50何匹までしか行かなかったとかじゃないから。まだあれですよ、気持ち的に立て直せる。20何匹だったら一応立て直せるけど、辛いな。しかも出なくなってるし。いやー、まっすぐ行って逃がしてたのが5、6匹いたので、それ捕まえてたら違ったのに。だって31匹連鎖以上行ってないから、4分まで行ってなかったですもん今。やってしまってる。こういう日もありますよね。うん、うまくいくなんて、そんな毎回毎回うまくいってたらすごいことですよ。あー、待って、ねえねえ、これ今急いで X ボタン押したんですけど、フリーザーじゃない？ちょっと待って、フリーザードに乗ろう。え、だよね、多分。だって今明らかに長かったもん、尻尾よね。ねえ、出た、見て、しかもでかいよ、ビッグじゃない、やばー。あ、だと、いや、あ、なんかまずいこと、やっぱり19個しかないハイパーボール、これ大丈夫。これ大丈夫、どうしよう、ズリの矢投げよう。逃がしたくない。うわ、野生の伝説2匹目、私フリーザーでしたって言いながら、こう捕まえられなかったらもう本当に立ち直れないから頑張んないと。待って、違います、危ない、戻って。あ、もう氷出してる時って弾いちゃうんだよね。弾かれないように、もう一回ちょっと準備して待っててもいいかな。これ、待ってたら逃げる。どうしよう、今みたいな氷の時って待ってた方がいい？いや、待ちたいけど分かんない。しかもハイパーボール少ないから、いっぱい投げておきたいじゃないや。いっぱい投げたら何かで入るんじゃないかって、数打ちは当たるができないぞ、やばい。え、金のズリの実でいいのかな、カエルの実の方がいいのかな、動かないようにした方がいい。でもちょっと怖いからいっぱい投げます。当たんないし、さっきのケーシーみたいな動きしかしてないし、本当にマジで入ってくる？なんでね、なんで
の地味でいいのかな、わかんないけど、でも捕まえやすい方がいいと思うんだけどな。やばい、緊張してきた。うーん、なんでまた氷まとったの。これ使っても意味ないじゃん。ああ、待って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 、なんで手前なの、あと10個。おーい、なんで、ま、まっすぐ投げるのに、なんで、なんでこの攻撃するの。いや、それするよね、うん、なんでじゃないよね、するわかるんだけど。ねえねえ、投げさせてよ、木の実。どうしよう、ハイパーボールめっちゃ投げてしまった。冷静にならないとだよね、これ。深呼吸、深呼吸。いける、今ならいける、今ならいける、使える。うお、なんで使おうとして弾くのねえ。なんでどうす、やばい、アクセレントだ、来るかな。ねえ、お願いしますよ、せっかく出てくれたんだからさ。なんで出るの、どうして捕まらないの。3個しかない。待ってる、こうやって待ってる。いや、で待ってる場合じゃない気がする。スーパーボールで入るかな。無謀な挑戦 してもいいかな。いや、伝説スーパーボールに入ったらびっくりするんだけど。でもモンスターボールに入ることもあるんですよね。それはね、確かね、視聴者の方にコメントで教えてもらってたから、もしかしたらスーパーでも入るんじゃないのって思っちゃうんですけど。いや、この子を氷が取れた、今最後取れてない、そんなことない。うわ、入った、やばい、スーパーボール入った、やったーって。待って、あの画面に自分が映ってないけど、今両腕を上げてしまっている。嬉しい、出たよ、野生のポケモン。で、前回ファイヤー出たんですけど、かなり時間経ちましたけど、めっちゃ嬉しい、大事にします。捕まった数2になったよ。うわ、ここも出るんですね。結構あれか、全力で出るから、嬉しい。いや、影見ててよかった、今来たって。下にいたら気づかなかったよ。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっとあれですね、あの冷静になって見よう、どんな答えだったのか見よう。ダメだ、慌ててしまってる、落ち着け。私57レベルだったの、高っ。穏やかな性格だって。6番道路、57レベルの時に出会った、気が強い。あ、穏やかなのに気が強いらしい。え、どういうこと。うわー、いや、でもしょうがないですよね、ジャッジがこれはしょうがないですよ。ただね、出てきてくれたのがめちゃくちゃ嬉しい。今捕まえてたのってどうだったっけ、これか。あれ、野生のポケモンって50レベルじゃなかったっけ。あ、そうですね、ガンバリアの子で、普通にストーリー中に出てくるのは 5V なんで、まあまあいいですよね、すごくいいと思うんだ、多分分かんないけど。え、それよりもレベル高いの。ちなみにファイヤーで捕まえた子がね、34レベルだったはずなんだよね。あれ34、多分ね、レベル上げてなかった気がする。これ12月に出てきて、で今4月じゃないですか。うわー、すごい、フリーザ57レベルもあったんだ、すごいね、びっくりしちゃった。だってファイヤーの時、え、40レベルないのみたいな感じだったんですよ、私。だから50レベル以上で出てきてびっくりだよ。うわ、嬉しい、ちょっと手持ち入れたい。様子見る、間違えた。ダメだ、ここだ、入れて、で星つけて、ちょっと一緒に 歩いてみますね。まあ普通のストーリーのこと一緒だと思うんだけど、美しいな、めっちゃかっこいいね。うわ、嬉しい、
残りはあれですね、野生のポケモンで純伝説3丁だとサンダーが出てきてないんで、あれかな、4ヶ月後にフリーザー今回出てきたから、また4ヶ月後の夏ぐらいにサンダー出てくるのかな。え、どれぐらいで出るんだろう、わかんないんですけど、遊んでる時間によるのかな、どうなんだろう。もしかしたらなんかあるのかもしれないですよね。うわー嬉しい。でも育てるんだったらこの子じゃなくてストーリーで出てきた海の子の方がいいと思うんで、そっちの子を育ててマスタートレーナー戦にね連れていこうかなと思っているので、この子は大事に大事に保管します。いつかサンダーにも会いたいですね。会えるかどうかわかんないんですけど、会えたら嬉しいなって思います。あと今回ケイシーのお姉さんに来て途中でこっちに行ってしまったんで、ケイシーにはもう本当に申し訳ないことをしてるんですけどまた日を改めてケイシーレーサーしようと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!